います。できる限り皆さんね、今ちょうど来たよって方も見えるところではね、ご覧いただきますよ。よろしくお願いいたします。ねえ、いつもね、空いてるところとか、こっち側も一応ね、前の方とか空いてたりとかしますからね。もしなんか前で見たいなって方とかは、今のうちでね、ご移動もね、よろしくお願いいたします。じゃあ、スタートするね。はい、じゃあそれでは、しっかりとピシッとね。はい、じゃあ気をつけしてる。そう。めっちゃ頑張るね。めっちゃ姿勢いいから。すごい姿勢いいから。じゃあ改めまして、9歳の男の子、はやてくんと一緒にね、頑張っていきます。コンビ三和音と言いますので、どうぞ皆様最後までの応援よろしくお願いいたします。いいね、頭しっかり。頭、ちょっと適当にやらないで。ちゃんとやろう。挨拶大事。ちょっともう一回やってもいい？はい、じゃあちゃんとピチッとして。前見て。前、そう。はい、よろしくお願いします。そう、あったの。こういうの皆さんのリアクション確認したがることですね。切り替えは早いね、はい、じゃあそれでは今日はですね、一応メインは階段使っていきます。発想飛びをご覧いただくんですけれども、これね、これメインはね、これなんですけど、ちょっとね、一つだけというかね、今日ね、たくさんね、持ってきております。一つじゃないね。まずね、これじゃーん、高飛び。このね、バーの上を飛び越える技です。はい、じゃあちょっとまずはめっちゃ際までいい子だよ、いい子じゃあただのね、ジャンプではないので着地ご注目よろしくお願いします。お友達は飛んだと見ててね。じゃあそれではいきますよ。まずは1段目です。はじくこっちよ、せーの、はい、どこ？分かった。ありがとうございます。もう拍手のタイミングもいい感じですので、そう、ね、そう、前転。じゃあもう一回行きましょう。はい、反対側からもちょっと高さ上げちゃおうかな。そしたら二段目とかどうですか？やっぱ上がれば本当難しくもね、なりますからね。じゃあ行きますよ。で、高さが変わっても、よいしょ、オッケー、バッチリ。ちょっと癖になってきてるね、それで。じゃあ、ハヤテ君、一回立って、そこで、落ちないように気をつけてよ。じゃあ、調子がいいので、さらに上げて、もっと上げていきます。ここ、一気にちょっと、てっぺん、いきたいと思います。もちろん、これもジャンプの後は前転なので。前回り、ぜひね、決まりました。さっきみたいな拍手を早手に、ね、送ってあげてください。じゃあいきますよ。後ろで見ていただいてる方も、椅子ギリギリまでは大丈夫ですからね。ちょっと通路とかがね、塞がない程度にだけ上の方に上がってきてもらえると、すいませんね、助かります。ありがとうございます。じゃあよろしいですか。最初のね、見せ場ではないでしょうか。いきましょう。一番高いところ、さあ、いけるかな。オーケー、よく頑張りました。完璧。まずは一つ目、高飛びご覧いただきました。いいね、いいスタートが切れましたよ。そう、堂々とね、真ん中でそんな感じで許せて大丈夫よ。オーケーで、じゃあそれでは続きましてはですね、どうかな、お友達とかまで聞いたことあると思う。これですね、じゃーん、ね、バランス芸の竹馬をご覧いただきます。そう、じゃあいきますよ。じゃあまず歩くところから、ね、ご覧ください。はい、じゃあいくよ、せーの、はい、ポーティー、よいしょ、すごい、ありがとうございます。よかったね、はやてくん。いい感じ、いい感じで。いいよ、ゆっくりで大丈夫よ。結構なんか上手に乗りこなしてる感すごくあると思うんですけど、歩けるまでは半年かかります。結構ね、時間かかるんですよ。今はね、なんかよそ見しながら歩けるぐらいまではね、余裕できたりとかもね、しましたし、あとやっぱこける姿は減りました。やっぱしっかり自分でこんな感じでなんかバランスよく歩ける。いやこけてるやん、はやてくん。あ、よかった、ちょっと受けてるやん。まあね、こういったお笑いの勉強もね、頑張ってきました。さあ、でももちろん乗ってこけて終わりではありません。ちょっと今回なんですが、この竹馬だけではなくて、ちょっともう一本竹馬を持ってきております。
それを今からちょっと皆さんに見ていただくんですが、ちょっと次の技が結構細かい動きとかが入りますので、特にちょっと後ろの方で見ていただいている方もできる限り見えるところでちょっとね前に来て、こっち側とかだったらね少し空いてたりとかもするので、できる限りその細かい動き見えるところでもねご覧いただきますよ。よろしくお願いします。もう前詰めてもらってもね全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。じゃあ大人ちゃん OK かな。じゃあ続いての竹馬はこちらでございます。いきますよ。はい、でもしっかりね、いきましょう。こちらです。大きな竹馬です。もちろんさっきみたいに乗って歩く、これだけでもかなりすごい技です。でも今回は状態からいきます。ハヤテが立てるところ、そこから皆さんに見ていただきます。かなり細かい動きが入ります。私は一切手伝わないので、一つ一つのハヤテの動きをご注目よろしくお願いします。ハヤテくん、詰め込んでる場合じゃないよ。 OK。 はい、じゃあちょっとこっち戻ってきて、はい、じゃあ堂々とね、しっかりとビシッと。そう、じゃあ大人ちゃん見ててくださいね。もうこれが決まりましたらメインの大技です。それでは行きましょう。大きな竹馬、まずは1本、そう、そして2本目、ゆっくりでよ登っていきます。さあ、あと少し頑張れ。よし、よくでしょう。よく頑張りました。なんと初めて皆さんから見て拍手もいただいてるよ。ゆっくりで、そう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 。じゃあそれではあと1周、ゆっくりよ。じゃあ真ん中まで戻ってきます。ここまでね、よく頑張りました。 OK、 大きな竹馬ご覧いただきました。胸張ってるさあ、よく頑張ったね。うん、そうそう、いいよいいよ。じゃあちょっとここで颯くんは、はい、どうぞどうぞ、いいよいいよ、颯くんどうぞ。拾い食いしないよ、颯くんね。はい、どうぞ座ってどうぞ。はい、じゃあちょっと颯くんはね少し休憩をいただきますね。じゃあそれではいよいよメインです。この階段を使っていきます。発想飛びご覧いただきます。じゃあ颯くん、ちょっと後ろの方見やすいように、上に、この上とかどう、ちょっと持ってきて、ちょっと、はい、さあ、じゃあそれでは、はい、行きましょうか。はい、そうなんです。じゃあちょっと早くも少し休憩してもらってるので、ちょっとここで私から一つお話をさせてください。本当にこうやって皆様にお集まりをいただいて、応援とか見守っていただけることで、本当に私たち日々頑張ることができております。そして今回のハヤテの猿回しを見ていただいて、本当によく頑張ってたねってそうね思っていただきましたら、実は今日私たちちょっと前にカゴを置かせていただいております。もちろん最後の発想飛びまで見ていただいての評価で大丈夫なので、ぜひ最後ハヤテへの評価をカゴの中へとよろしくお願いいたします。ちなみにハヤテかっこよかった、かわいかったねってそう思っていただいたお気持ち、できるだけ折りたたんでカゴの中に入れていただきますと、今後の私たちの励みになります。ちょっとだけ笑っていただいてるよまあもちろん本当最後まで、ね、見ていただいての評価で全然大丈夫です。そしてさすがにちょっと後ろの方でちょっと前に入れに来るのはっていう方もいらっしゃると思います。ご安心ください。今日はスタッフのみゆちゃんがもう一つカゴ持って後ろの方で立って待っていますので、もし入れづらいなって方はこっちのカゴもぜひご利用ください。
さあ、じゃあ行くよ。メインね。ぐっちゃ立って。さあ、一番時間をかけて練習してきました。しっかりね、堂々と行きましょう。そう、メインの大技、発想飛びです。いや、頑張って。そっちから行く。いいね。じゃあそれでは皆さん、ハヤテにご注目です。いきますよ。なんとジャンプの後が、バイ見てよ、いくよ。はい、そう、逆立ちです。そう、いいね。ありがとうございます。拍手ね。おもがちゃん、ありがとう。いい感じ。いいね。どうぞね。じゃあもう一度いきますよ。反対側からも。はい、そう。さあ、そしてこっちはこのまま上まで行きます。まだよ。いい足、 OK でしょう。よく頑張りました。いいよ、降りてきていいよ。どうぞ、こっち行く前に。じゃあそれではルールはお分かりいただけたと思います。大人賞大丈夫そうかな。逆立ち着地が条件です。いよいよですが、次で最後です。一気に広げます。最後皆さんに見ていただきます距離は、最後はここまでです。はい、この距離、もちろん必ず逆立ちが条件です。ちょっとでも足ついてもアウトなので、最後の着地までお見逃しのないようによろしくお願いいたします。一応着地こっち側になりますので、特にちょっと後ろの方で見ていただいている方も着地地点お見逃しのないようによろしくお願いいたします。さあ、じゃあ相手立って。 ありがとう。応援もらってるよ。はい、本当ね、自信持っていきましょう。気をつけして。そう、じゃあそれではいきます。ラストのジャンプです。逆立ち着地が条件。いくよ、最後のジャンプ。いい、そう、これ、よし、 OK でしょう。そうそう、ゆっくりね。最後もちろん上まで。よく頑張りました。最後ご挨拶させてください。9歳の颯くんでした。皆さん本当に最後までありがとうございました。ありがとうございました。本当に貴重なお時間いただきました。頑張ったね、相手もね。じゃあそれではちょっと早速ではありますが、前にカゴを置いております。ぜひ本当思ったままの評価で全然大丈夫ですので、ぜひハヤテの評価をカゴの中へお願いいたします。早速ね、ありがとうございます。後ろでもね、スタッフのみゆちゃんも早速スタンバってますので、もし入れにくいな